はーい、おはようございます。おっと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 、ただいまね、はい、3月の6日水曜日、はい、朝のね、今7時45分、おはようございます。さあ、はい、前回はね、雪で大変な思いをしましたけど、とりあえずこっち着いてね、もうゆっくり休んで、で、降ろしてもらいましたよ。もう降ろしはね、めちゃめちゃ早かった。2台でね、もう、ペッペ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 と降ろしてもらったんで、早く終わりました。でね、次行くところが、三重県伊賀市。はい。なります。しかも今8時前。どうかな、阪神高速どうかな。とりあえず今からね、神戸から伊賀に向かって走っていきたいと思います。しかもね、昨日こっち着いたらね、まあこんな感じかな、雨が降ったり止んだりって感じですね。そこまでね、めちゃめちゃひどかったわけではありませんけど、なんか濡れております。よいしょ、斜め右方向です。斜め右方向、こっちだろ、こっちだよね、合ってるよねで、もうね、昨日のもうあの雪でヘトヘトでしたよ、ヘトヘト。あれどっちだ、斜め右方向の、斜め右方向、こっちか。はい、右方向の、ちょっとこの辺複雑なんですよね。はい、こう降りてって、降りていって、で、阪神高速の、京橋やったかな、はい、これはね、直進なんですよね、左じゃない、左なんですけど、まあ、直進、あれ違った、あ、間違えた、合っとるか、合っとるか、よかった、あっぶね、あ、こっちが、こっちだ、こっちだ、よしよしよ、うん、でこの辺ちょっとね複雑なんですよね。で次こっちか、次はこっちで、これで、はい、阪神高速乗ります。ナビがね、あっちゃあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ言うんで、もう迷いますよ。まもなく料金所です。その先は本店に合流します。はい、これで阪神高速に乗りました。さあ、あとは伊賀までノンストップです。ありがとうございます。はい、と、さあ、これでね、あとは阪神高速で行きたいと思います。
雨がやっぱ降ってきたかな。とりあえず全国的に昨日と今日はあれかな、天気悪いんかな。結局昨日あれからね、あの携帯で情報見よったら関東のあたりもね、なんかタイヤ規制入ってましたけどね。あの圏央道のあたりとか、あっちもまた降ったんかな。まあでも雪はもうあれやな、まあチェーンはね巻くはずじゃなかったんですけども、巻きましたね、脱出用チェーン。まああれは仕方ないもう分かって入ったんでもう仕方ないですけど、よいしょ。まあ今日もね、京都店ちょっと気をつけて向かっていきたいと思います。まあ、ちなみにね、阪神高速行ってで、どうしようかな。本当はね、湾岸線の方へ行きたいんですけど、まあ、このままで行っか。大阪の街の中は混むと思うので、やっぱあれかな、一回阪神高速じゃないわ、あの湾岸線の方へ向かっていかんといかんか。で、向かってで三宅ジャンクションで天理の方まで行かなくちゃいけませんか。昨日は爆睡やったな。昨日ってか今朝、おい、線踏んどるぞてかはみ出しとるし、あまりこっちへ寄ってこないでくれ。よいしょ。まあとりあえずね、昨日の雪の状況は予想外でした。まさかあんなに降ってるとは思ってませんでしたねしかもね、あれから中津川から乗っかった時点で通行止め解除しとるなんて、まあそんなもんですよね。だいたい迂回してね、乗る頃には解除しとったり、まあしてないこともありますけど、だいたい自分はね解除しとるような気がします降りんけりゃいかったーって。かといってね、降りたらね、降りんかったら降りんかったでね、全然あかんわーってなるんですよね。あれ不思議なんですよね。まあでも無事にね、こっちまで来れたので、まあほっとしております。まあ今日もね、まあ、気をつけて向かっていきましょう。ちなみに伊賀の積み込みはね、10時からとなっとるので、まあぼちぼちと行きましょう。あと2時間、まあここから120キロあるんで、まあ、2時間かかるかな、まあ、ちょうど10時に着ければいいかな。こっからね、あの大阪に入っていくとね、めちゃめちゃ混むのでね、ナビはね多分このまま真っすぐ行って環状線入るんかな。環状線入って、あの近畿道の方行けって多分言ってると思うんですけど、環状線がね混むんですよ。まあ、近畿道もね混みますけどね。なのでもう湾岸線からちょっと回っていきましょう。湾岸線は比較的ね混みはないっていうか少ないので、まあ混むときは混みますけどね。今のところは大丈夫そうなので、多分あの渋滞、おっとこっち寄ってくるな。なので
ヒヤッとした今。本日に注意します。まあ、今回はね、大阪あたりを走っております。おうおう、右へ左へ。このシャンス、ね、3車線あるとね、真ん中入りたい車がね、こう右から左からってやってくるんで、真ん中ずるときは、ね、めちゃめちゃ怖いんですよね。まあ、自分はね、今一番左で、ここからジャンクションに入って湾岸線行くんでいいですけど、注意しなくちゃね、いきなり来るってこともあるので。あとはそこのカーブ気をつけて。結構登って下ってのカーブなんで怖いんですねこれ。いや怖い。特に雨降りの時だけですけどね。あとはスピードを抑えれば問題ないので。さあ、あとは湾岸線へ。このまままっすぐ行けば湾岸線。2号線入って、湾岸線が何号やったか、4号か5号、4号やったかな。この辺は比較的新しいかな。なんか綺麗なトンネルですね。自分ね、ここ 2,3 回しか通ってないですけど、結構ね、ああ湾岸線戻れるんやって思いますね。ちょっと遠回りになるか分かりませんけどね。本来やったら、あのさっきの時点で乗る前に、高速乗る前にね、湾岸線入りゃいいんですけど、またね、あの辺混むんですよ、湾岸線乗るのに。とりあえず、あとね、あの有料道路の橋があるんですけど、あの現金のみなんで、あれ ETC 使えればね、そっちもいいかなと思うんですけどね。あの手続きがめんどくさくなるんで。あっちからも行けばね、多分すぐ湾岸線乗れて近いんですけど、財布からねお金出したりするのがめんどっちいなと思って、もうこっち来ちゃいましたよ。はい、自分めんどくさがり屋です。ちょっと遠回りでもいいやっていう感じです。
今立て替え金としてね、なんかいろいろ書類をね書かないといけないので面倒くさいんですよ。てか今でも珍しいんですよね、あそこのポートアイランドやったかな、あれ何やったかな、ハイウェイ、なんとかハイウェイ、あそこはね現金のみなんですね。 ETC カードも使えない、現金のみってのもね今じゃ珍しいんですけどね、昔はね結構現金のみってところが、まあ有料ドアはだいたい現金かチケットかみたいな感じでしたけど、最近はね有料道路でもあの ETC が使えるので、特にあの琵琶湖の琵琶湖大橋、あれは途中からね ETC が使えるようになったんですよ。それまではね現金のみやったんですけど、 ETC が使えるようになったりしてたんですけどね、今じゃねあんまり有料道路が少なくなっちゃいましたからね。まあ、でもあるところはね ETC も使えるよってところが本当多くなったんですけど、あそこだけはねなぜか現金のみなので、まあ珍しいっちゃ珍しいですね。行って三宅ジャンクションであと入っていくのみ、まあ、湾岸線は来たですけど、まあやっぱちょっと混んでますかね。まあ、こっちはトラックが多いかな、さっきはね乗用車の方が多かったんですけど、やっぱ港が近いだけあってトラックが多い。通行止めになってないだけ良かった、はい、ここは成橋なんですかね、レインボーブリッジではないですけど、これ成橋かな、あ、港大橋って書いてあるナビには。結構いろいろそれぞれにありますよね。大阪は自分的にはねこの橋が印象的にありますね。で、名古屋なるとトリトンとかね、あの伊勢湾岸と。で、横浜になると横浜ベイブリッジ。で、東京はね、どこ？ん？あれは？レインボーブリッジか。はい、まあ、それぞれにね、ありますね。レインボーブリッジなんてね、トレーラーなってからは一回も通ったことないです。大型の時はね、たまに通りましたけど、あれトレーラーで一回だけあれかな、横浜ベイブリッジは通ったかな。まああっちの方をね、あまり行かなくなっちゃいましたからね。からさっきの情報やと南港中の間のどっかで事故しとるって言っとったな、合流のところかな。
れどれどこだ、どこで事故しとる、でどっちへ、どっちへあれかな、ああここか、やっぱ合流のところですね。よいしょ。まだ警察も来てないし、接触ってだけかな、そんなにひどい感じじゃなさそうでしたけど、ちょっと合流でちょっと触れたってぐらいですかね。まあ車が多くなると本当に右から左からって来るんでね、ちょっと本当気をつけないといけませんよ。あともう少しで、あと3キロでね、湾岸線とも別れ、あと6号に入って、あとまっすぐ行けば、はい、天理のあたりまで行きます。あんなところにトラックは故障かな？故障かな？大変だ。本線上で止まると嫌ですね。今うんと思いましたね。一瞬左に寄ろうかなってミラー見たら、目の前でハザードが見えたんで、うっと思ったら寄らんくてよかった。寄っとったら危なかった。あとはね、この6号はほぼほぼトンネル、ですね。で、あとはここからあと西名阪やったかな、あれ何やったかな、まあ、天理の方まで行きたいと。あれどこまで阪神高速なんかな、まあ、とりあえず今ね6号って書いてあるんで、まあ阪神高速でしょう。ちなみにここの3車線なんですけどね、一番左はね近畿道に行っちゃうんですよ。で、直進の場合はね真ん中と一番左なんですよね。なんで間違えて左行っちゃうと後で合流するときに大変。阪神高速ともお別れです。料金は1560円です。合流があっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ、あこの左剣士左から合流で、あ、行けるか、ちょっと行けるか、ちょっとこっち行こう。あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃして大変ですよ。さあこれであとは天理まで行って名阪国道で伊賀まで行きたいと思います。どっから聞こえる？
今度左から車来た。この辺はね、もうあっちこっちミラー見てないとね、どこから車が来るかわからないですからね。まあこれでとりあえず、はい、阪神高速の横断は終わりました。ではね、あとは10時ごろ伊賀の積み込みに行きます。では今回はここまでにしたいと思います。ではまた。